というわけで、ここは杉並区の、高円寺に来ました。はい、今回の目的はオードリーの春日さんが昔住んでいた、ね、アパートにね、訪れようかなと思います。はい、もう本当に昔から気になってたんですよね。うん、昔からなんか杉並区に住んでるっていうのは知ってて、すごい家賃の安いところに住んでいましたよね。はい、なんでね、今回はね、念願のもう昔笠さんが住んでたねアパートに行けるということで、すごいなんだろう、光栄な気持ちですね。はい、ちょっとねあれなんですよ、残念ながらこの雲行きすごい怪しいです。もうなんか雨降りそうな感じだね。もう本当になんだろう、降水確率調べたんだけど 40% ぐらいあって、多分2分1の確率で絶対雨天になるかなと思ったんですけど、ちょっと雨が降らないうちにねちょっと行きたいと思います。はい、高円寺は意外とそんなに行かないっすね。最後に行った時がパチンコ屋に行ったぐらいだからね。それ以外あんまり用がないね。ただ高円寺のそのイメージとしては古着屋だったりとか、あと阿波踊り、なんか昔あれだよね、あいつらなんだっけ、ちょグループ名忘れたんだけど、どっかのその音楽グループがその高円寺を舞台にしてなんか阿波踊りのその MV とか撮ってた動画とか見たことあるんで、はい、そうだね、阿波踊りの文化が浸透してるイメージがちょっと強いですね、高円寺は。あとバンドグループっていうか、なんかバンドのライブハウスとかが結構あるところっていうねイメージが強いです。はい、ただ自分基本的にあんまりそういうバンド系とかは疎いので、はい、といってももうビーズとかボーイとかグレイとか、その辺ぐらいしか分かんない。あとハイドさんとかね。でもなんか B級っていうのもちょっと申し訳ないけど、二流三流のなんかバンドグループがさ、高円寺のそのライブハウスになんかよく集ってそうなイメージが結構なんだろうな、強いなと思うんですけど、はい、実際のところどうなんだろうね。すごいな、なんかド派手な外装があります。ペットショップですかね。ちょっとね今 Google マップ開いてさ、もう両手空いてないっていう状態なんですけど、はい、でもなんかマップ見ないとねちょっと分かんないんだよな。駅からねだいたい徒歩13分の立地にあります。ちなみに笠賀さんが住んでたアパートっていうのはあの睦弥荘っていうところです。はい、で家賃が3万9000円だった。ただ物価高騰してて今4万円台、もしかすると多分5万円いってる可能性がある。だいたい芸能人の住んでるアパートって結構ね物価が高騰化しやすいという傾向があるので、はい、ちょっと腕がもげる。そうですね、そんな感じっす。ちなみに睦弥荘のあの間取りが畳6畳トイレ付き風呂なし、まあそんな感じですね。はい、オードリーの笠田さんも全然その風呂入ってなかったし、なんかウェットティッシュみたいのでなんか拭いてましたよね。それでなんか体を洗うなんか代理のものを使ってやってたみたいな感じで、だったらそれだったらなんか老舗ながらの銭湯行った方がマシなんじゃないかなっていう風にまあ感じたりとかはしたんですけど、はい、まあそうだよね。風
風呂なしだと本当に不便しかないよね。日本人は基本的に毎日やっぱり体洗うじゃないですか。ただなんか西洋人とかはあんまりその毎日体洗うつがその髪もあんまり洗わない人が多いらしいんで、なんか3日に1回の頻度で洗うみたいな感じ。そのなぜかというと、東洋人とアジア人の、東洋人と西洋人の、髪質がなんか全然違うらしいんだよ。多分日本の水って多分軟水だと思うんだけど、こういう水のまあ種類、性質にも多分よるとは思うんだけど、結構ね、髪との相性が悪かったりとかするとすごいね、傷みやすかったりとか枝毛ができやすくなったりとかするので、はい、それであんまり頻繁に髪を洗ったりとかはしないですよね、西洋人の方々は。何の話してんだろうな。なんか本当になんか意味わかんない話してて申し訳ないね。別になんかそういう話するつもりはなかったんだけど、そうだね、オードリーの笠原さんね、テレビ番組とかで13、4年ぐらい前かな、2009年とか2010年あたりにその笠原さんの、まあ、家とかでなんか訪れて、なんか1ヶ月1万円チャレンジみたいな、そういうちょっとよく覚えてないんですけどあったんですよ。なんか、なんかボンビー生活みたいな、そういう番組あったじゃないですか。で、春日さんの家とかで報道されてたその時期があったりとかしたので、その時に思ったんですよ、すげえなんか小汚い家だなって。本当に俺がそのデリカシーのない言い方になるけど、本当に小汚くてすごいなんか年季の入ってる家なんですよね。小汚いっていうのも、春日さんがその部屋の管理というかね、確かね結構散らかり気味なんだよね。ちょっと散乱しててさ、その影響でちょっと不潔感が増してるっていう感じですね。はい、ちょうどここ右折かな。では、なんか景観がオードリー春日さんが住んでたその近所とすごい似てます。ちょっと待って、腕がもげる両手空いてないから腕がもげるわ。なんか築42、3年かな今調べてみたところ、だいたいあと5分ぐらいで着きます。はい、いやーね、元からすごい気になってたんで、はい、もうなんか念願の夢が叶えて本当に良かったよ。高円寺つうか高円寺と阿佐ヶ谷の間って言った方がいいのかな、春日さんの最寄り駅とか。どちらもその同じような距離だったんで歩いて13、4分ぐらい、まあ大体ざっと15分ぐらいの立地ですね。でもこれでもなんか3万9000円ってすごいなんかリーズナブルだなっていう風に感じました。はい、いやでも今はねだいぶね、なんだろう、昇格したっていうか出世し結構したじゃないですか。だからその過去のね、その辛い経験、そういう培った経験を生かしてね出世できたっていうことなんで、本当に努力すればね、多分そういうのもなんか実るというか報われる感じですよね
すごいな、なんかこの辺の一帯はすごいなんか昭和チックな雰囲気が漂ってます。はい、なんか下手するとね、戦前の建物があったりとかするんじゃないかな。うん、すごいな。ここの人たち家どれぐらいなんだろうな。土地いくらぐらいで買い取れるのかね。隣あるあるなんだけど、一軒家は基本的にね3階建ての建物が結構多いです。はい、前回訪れた中野区北部練馬区南部も3階建ての家が多かったりとかしたんで、あの辺でも土地がね1億円とか行ったりとかするらしいんですよ。だったらここもなんかさらにかかるんじゃないの。練馬区と比較すれば多分物価とか高いと思うからね。もうなんかごく普通の住宅街ですね。なんか高円寺というね、なんかおしゃれというか、なんか下北沢的な立ち位置のそのサブカルチャー的な街っていう印象が結構あったんですけど、ちょっと駅から離れるとすごいなんか住宅街っていう、なんかあれだね、床屋多いな。俺の気のせいかな。みんなあれかな、身だしなみとかしっかりしてるから、この辺の人は。だからあれか、週に1回でいいじゃん。そんな頻繁に行かねえか。月1の頻度でみんなあれか、床屋行ってんのかな。だって密集してるもん。すごいよ、ジーパンかっこよくない？ちょっと自分でさ、その裾を折りたたんだんだけど、まあ、そっちの方が見栄えいいかなと思って。どうかな。まあそこは何とも言えねえか。もうそんな質問してもしょうがないよね。すごいな、なんか建物食い込んでますよ。なんかセブンイレブンでもさ、なんか食い込んでるところあるよね、たまに。0.5 回みたいな感じで。弁天湯温泉か。コインランドリーもついてるし楽だね。あ、でもだいぶあれだね、すごい年季が入ってます。多分40年ぐらい前の洗濯機です。はい、コインランドリーとかなかなか侮れないと思う。海外でその爆発事故とか起きたことがあったんで。はい、なんだっけかな、何が原因で起きたか分かんないけど、乾燥機のその長時間つけすぎてなのか分かんないけど、多分乾燥機だと思うんだけど、なんか知らないけど内部から多分ガスみたいのが排出されて、それで爆発を起こしたみたいな感じ。本当になんかプロパンガスがさ、その爆発したような感じで、すごいね、なんだろうね、半径10メートル以内はね絶対ね大火傷を負ってる、それぐらいの規模だね。多分コインランドリーの爆発事故ってあんまり想像つかないと思うんだけど、実際あるんだよ。いや怖いよね。俺も少し前まで身元通貨だ、身内の人がそのコロナの陽性者出たんで、それで隔離生活でコインランドリー使ったんですけど、その時もやっぱりなんだろうな、変な使い方してさ爆発しないんじゃないかなってちょっとなんか心配したりとかしたんですけど、何せ自分コインランドリーあんまり
使い慣れてないんで、うん、それでなんか事故の懸念があったんですけど、まあこんな風にまあ平然としてるんで、はい、もうそろそろね、むつみ荘に着きます。はい、結構あれか、小学校の近くかな、杉並第6小、すごいね、なんか昭和地区な名前だな。まあ、たまに聞くけどね、なんちゃら第2なんちゃら第3小学校みたいなのあるじゃん。今さそういう名前じゃないじゃん。うん、なんかよくよく見るとこの周辺一帯ちょっと高級住宅街っぽい感じがありますね。うん、なんか割とさっきの通りは結構昭和ながらの建物が多かったんですけど、この辺になってくると大体なんか新築の建物が多いですね。多分あと30メートルぐらいで着きます。はい、いやテレビで放送されてた聖地がまさかね叶えられる、実際に訪れることができてすごいね。なんだろう、光栄な気持ちです。はい、これか、これがむつみ荘です。はい、ちょっとあんまり長居するとねすごい迷惑になるのでちょっと短時間で済ませます。そっか、昔3万円内で行けたんだね。いや、いいね。これであれか、畳6畳の部屋なんだ。うん、めっちゃいいじゃん。なんか穴場スポットっていう感じですね、今となれば。当時からすればねちょっとすごい小汚いイメージあったんですけど、もう今はもう聖地ですよ、聖地。しかもさ、近くにこんな神社があるんだぜ。ん？まばし稲荷神社？まあせっかくなんでね、こんな近所にこんな神社あると思ってなかったんでちょっと行きたいと思います。きっとねオードリーの春日さんもこういうところでお参りしたんでしょうね。うん、しゃべりづれ今日。ねずっと前からねちょくちょくね乾いた咳が出るんですよ。うん、なんかね自分の傾向としてはさ、風邪ひいた、まあ、風邪ひいて治った後の1ヶ月ぐらいさずっと乾いた咳が出るような傾向があるんですよ。で原因としては多分自分もともと喘息持ちだったんですよ。今多分自然治癒されてると思うんですけど、うん、だから多分もともと喘息持ちの影響でなんかたまに乾いた咳が出たりとかするんで、はい、すんげえ喋りづらい。まあそんな感じで今回はね高円寺に訪れて、でオードリーの春日さんが住んでたねアパートに来て、いやもうすごいね、なんだろう、
満足したというか、もう穴場スポットにしてはすごいね、十分な、なんか魅力が伝わるかなと思いました。はい。またこういうね、似たような企画があればね、また、実行するので、よろしくお願いいたします。では今回多分いつもより時間短いかな。うん。まあ今回はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。